どうもタムヤンです。ネクタリス今回が最後になるんでしょうか。マップ16やっていきたいと思います。大チャンスが訪れております。見てください皆さん、ハンター出撃です。行くぞ、ゴー。ケロスを破壊するぜ。オッケー。さあ敵本拠地を占領するのは間もなくだ。いけ。いや味方にすればこれほど頼りになるユニットはいないですね。ハンター、さあこれで障害物がなくなったぞ。やった。さあバイク便の出番だ。いけー。バイク便護衛します。バイク便の護衛、さらに護衛を増やそうか。これは機動力のあるユニットの方がいいよね。機動力のあるユニットを優先して出撃させよう。ペリカン便何に使うのこれ。スラッガーでいいね。さあ勝利は目前だ。回復できないからね、前線まで来るから。いいですよ。どうしようかな、近づくか。ギガント、6倍回復、身も回復。どうしようかな。ファイソンで攻撃、とどめを刺す。さあ皆さんエピローグですね。いろいろありましたが、ジャビー行こうか。もう別に回復しなくても、このケロスにとどめを。こいつにずっと睨まれてました。オッケー。完全勝利だ。マルコ別にまあいいけど、こっち押さえとこうかな。北に行かないようにね。ウィズリーもう一個帰ってきた。アールマジロも退却。ファイソンさらに出撃。以上かな。十分でしょう。敵のユニットはわずか6。まあギガントだけって言ってもいいよね。守備力999、ノーダメージ。打つなら打ってこい。経験値を得たギガント最強説、ノーダメージ。ギガント同士の対決か、これ。いや工場を背中背後に持って戦うことの重要さを今回感じましたね。地味ですけど、しっかり敵をね一体ずつ倒すっていう、分断させてね。しかし最後はバイク便で占領で終わらせましょう。本
拠地占領か。おっと、やりました。連合軍部隊はついに MOA の心臓部への突入に成功した。おお、すげえ。月での長い戦い、2089年5月読めないな18日、メアネクタリス付近における MOA 破壊作戦は連合軍の圧倒的な勝利に終わった。外地帝国の最終兵器は一度も飛び立つことなく撃破された。同年6月10日、外地帝国は全面降伏を受け入れ、国連本部で終戦協定が結ばれた。人々は早い終戦を喜び、平和を讃え合った。破壊作戦の指揮官を務めたあなたの名はその戦術とともに人々の心に残るだろう。おめでとう、作戦は成功した。フィン、いただきました。え、ステージ17、ピーラバー。これ最初のマップなのかな。いわゆる裏メニューってやつですかこれ。ユニットが増えたり配置が変わってるっていうことなんですかね。まだまだ続くみたいなんですかねしかし私の戦いはここでね、たいと思います。いや皆さん、よかったら私に引き継いでね、この T ラバー皆さんにパスワード捧げて終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。いやこのゲーム好きですね。楽しかった。またいつかシリーズ作品をプレイするかもしれません。それでは皆さん、次のシミュレーションゲームでお会いしましょう。 SF もシミュレーションも大好きです。それではまた、さよなら。このゲーム、ちなみに2プレイできるんでね、いつの日かオンラインで対戦できるようになったらね。
ヘビーユーザーのみんなと対戦してみたいですね。フレンドのみんなとね。それではまた今度こそ本当にさようなら。